素材にこだわった一生使い続けてもらえるほうきを作り続けたいです。アルプスピアホームプレゼンツ、町の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。米沢元直さん44歳、松本市でおよそ150年前から伝わる松本ほうきを作る職人です。元直さんはほうき工房の3代目。今も一緒に作る先代の父からはこの仕事を継ぐことを反対されました。やっぱりなかなか食べていけない仕事だから継ぐなってことは言われてたので、商売としてね、やってきれるのかなっていう不安の中 で松本ぼうきっていうのがね、ほとんど耐えてきちゃってまして、もう人もいなくなったので、誰かやらないとね、もったいないのかなっていうのは感じてたので、そういうところからですね。元直さんのこだわりは質の良い素材を使うこと。作業場から見える畑でほうきの材料となるほうきもろこしを自分たちで栽培しています。日本のほうを使うとやっぱ何十年ってやっぱ持つので、代々使うものってなかなか世の中って今少なくなっちゃってるじゃないですか。やっぱり電化製品だったり短い寿命だったりするので、でも日本の手仕事のものってそうやって代々長く使えるので、そうやって使っていただきたいなっていう気持ちはすごくありますね。身の回りの多くが大量生産される時代に残る伝統のほうき作り。元直さんは手作りにしかない魅力を次世代に伝えていこうと、日本各地で実演やワークショップを行っています。私たち世代がこれからの世代に伝えていかなきゃいけないものと思って、やらせていただいているので、一人でも多く、ほうきって実はこんなに便利だったんだっていうのを伝えていくのが今は一番大事かなと思ってやってます。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。